演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。どうも、本日はこちら、スイーツモンスター第1戦ブリュレシューと生チョコのもちもちクレープを食べたいと思います。クレープは前回のチョコバナナと一緒ですね。まあ、パッケージのモンスターも若干違うんです。でもこのブリュレシューっていうのは気になりますね。こっちはブリュレってことは表面を香ばしくしてあるのかな。なので気になるこっちからいただきます。おー、こんな感じになっていますね。これは気になる。でも中身見せたら間違いこれが落ちますよね。なのでもうこのままいきますね。いただきます。確かに見た目は今回も可愛いですね。でも味の方はちょっと前回より落ちるかな。前回が良すぎたのかもしれませんが、中は上の方に乗ってるカリッとキャラメリゼされたクッキー生地が下のシュークリームと合っていたのですが、ちょっとそれぞれが独立しすぎていてまとまりがちょっと弱いかなという気がします。表面をキャラメリゼしてあるならともかく上にクッキーがあって下にシュークリームがあると、クリームはどうしてもブチャッと出るのと、と食べにくさがあったのが残念でしたね。というわけでキャラメリゼ美味しかったですが、こちらのテイストさせていただきます。で、こちらの生チョコのもちもちクレープは前回のチョコバナナクレープ同様かなりもっちりとしたクレープ生地がとっても良かったんですが、生チョコはちょっとチョコの甘さが強かったかなという印象ですね。もうちょっと甘さ控えめのチョコレートの方が良かったかもしれません。もう出ないとクレープの生地がちょっと負けてる感があったんですよね。なのでこちらもこちらの点数とさせていただきます。前回良かった時にちょっと下の方に行っちゃったかなという感じですね。今回は早くも幸先危うしっていうのはさすがに言い過ぎか。それでは、ヘビなのに駅に住むかな幸福の、その駅から電車に乗ると幸福になれるのかもしれませんね。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。